さっきあの朝も、ね、言ったように 2% 以上食べた方がいいわけだから、あの昼になくなってるってことは足りてない、足りてないってこと、結構こんぐらいもうパサッと揚げてる、うん、だからあの、まあ、433切り上げて500としてペレットは 5g を2回やる、でチモシーは 5g でね、食べきれない、あの食べちゃうんだったら 10g を2回やってもいいですよね、うん、で あんまり食べがチモシーだけで食べが悪かったら少し持ってらっしゃるアルファルファを 1% ぐらい混ぜてもいいです、うん、でも混ぜなくても食べるんだったら混ぜない方がいいです、うん、ということで、はい、いいですね、はい、ペレットは揚げた方がいいんですよね、栄養のためにちょっとだけは。ペレットは、うん、そう、あ、そんでそうそう、ペレットさ、はい、あれこの子のペレットこれですよね、はい、ここで揚げたの朝散布で渡したやつ揚げましたから、はい、それも一袋出していいです。あ、はい、ね、でこれまあ捨てるのもったいないから、はい、それとこれと半分半分でやってください、はい、でもなくなっちゃったらもうこちらに出す繊維の多いやつにしてもらいます。あ、はい、あれ名前なんだっけ、健康ケアだっけ、健康ケア、うん、健康ケア、じゃあ一袋用意しておいて、あれ何グラム入ってるの健康ケアって、1キロぐらいあるのかな、1キロ、分かれてる、あれ分かれてる、じゃあちょっと1キロなんですよ、その中が袋で分かれてると思いますから、はい、でどちらにしろこういうペレットはさ、開封したら1ヶ月でもし残ってたらもうやめた方がいいですよ。あ、そうなんですね、うん、だから例えばこれこうやって袋に分かれてるの、ドカンと入ってる、だからまあまあ、1ヶ月ですぐ捨てろってわけじゃないんだけど、まあ、1ヶ月過ぎたらもう新しいやつにしてもらえた方がいいかなと思いました。これ何個に分かれてんの？4個、うん、何個かに分かれてますよ、ね、だからその1つを開封した日にちをちゃんと書いといて、で、あの使ってくださいね。チモシーも1ヶ月とか、チモシーでも1ヶ月も持たないんじゃない、持たないんだよね、チモシーは多分まあでも一応近日解凍ってさ、一月ぐらいで新しいのにした方が安心だなような気がしますが、特にこれからの季節、冬場はまだいいかもしれないけど、そうしてもらえるといいですね。で、あとはあれでしょ、あの部屋花お散歩させていいけど、絶対見てる時だけね、で止めなきゃダメですよ、止められなくて、なんか用事がある時はもうサークルの中に入れといてくださいね、絶対かじります。でもしかしたらこういうのもかじる子いるからね、こういう中の、はい、こういうとこ、はい、そういうのもかじる子も、まあ、この子がかじるかどうかは分かりませんけど、うん、美味しくなかったらかじらないのかなと思ってたんですけど、いや、何でもかじる、もうそれが習性だからさ、で食べちゃうって、食べちゃう、はい、食べない子もさもちろんいるだろうけど、はい、かじって食べちゃう子の方が多いんですよ。こういうのも食べますか、かじる、あ、こういうとこ、はい、うん、かじる可能性ありますよね。これ違うんだよ、かじってんの、これ、これは手で切って、あ、やっただけ、はい、で、これは繊維が多いから、まあ、やっても悪くはないですね。これ、かじってないと思うんですけど、ね、お腹をかじった後があるような気がするんでもないね。これもじゃあ、胃に入ってるかもしれない。こういうの入ってると、消化できないからさ、はい、そうすると胃酸がたくさん出てさ、胃の柔軟性が落ちてくるな、確かに言われてみたらかじってますね、うん、そうだから本当にね、うさぎさんかじるんですよ、はい、だからかじるんだったらもうかじり木とかリンゴの木みたいなの売ってるでしょ、はい、うん、それからあとチモシー、はい、でチモシーもさ、あれ引いたら普通のチモシーとさ、チモシーマットとかね、あれだったらかじってもダメージないからさ、はい、そういうのを使った方がいい。チモシーマットは引いてあげた方がいい。引いてあげた方がいいと思います。足の裏は弱いです。あ、弱いですね。で、下も清潔にしとかないと、はい、あの足の裏のかかとの裏のところがタコになって、そこから感染する場合もあります。なんかあのこれとか全部あの小屋の上にメガネとか置いてて、そこに登ってたんですよ。だからそこに置いてもダメだよ。そうですね、うん。とにかくかじられんように。はい、だ今回のこの子の状態は異物誤飲、はい、それによる胃腸機能低下症、はい、で左
どくなるとマヒセイレウスって言って、はい、胃腸が動かなくなる子いるんですよ、はい、うん、そうすると食べんくなっちゃって、はい、うん、うんちも出んくなっちゃって、もうそれが入院しましょう、もう便で出るのを待つしかないです。そうでもそんな簡単には出ないですよ、食べたものがたくさんもしあるんだったら、はい、そういうことですね。わかりました。ちょっとだからそんな1日2日で治ることじゃないですからね、これは1週間でも無理、もっと何週間か何ヶ月かかけて治療していかないと。そうなんです。そうだってそんなお腹開けて出すわけじゃないからさ、でお腹開けて胃開けてっていう治療法もありますよ、はい、だけど死んじゃうことが多いんですよ、詐欺さん。それをすると全てが死んでるわけじゃないけど、結構半分ぐらいの子がさ、手術中とか術後に亡くなっちゃうことが多いんですよ。以前は私、異物強引ですぐお腹開けてたんですよ。でもやっぱりそんな感じ、死んじゃう子はとっても多い。でも手術しないで時間かかるけど、ゆっくり治療してた方が治るということですね。じゃあ外来は毎日とか。まあ、最初は毎日だけど、あのペンコチェック表を見て体重が一緒か増えてて、便の数もちゃんと200から300、400出てるんだったら来るのが1日おき、2日おき、3日おきになっている可能性はあります。ただそういうふうにならないんだったら入院しましょうとか、また明日来てくださいとか、そういう話になりますね、ということです。はい、じゃあ受付でね、お薬ご用意しますね。